計画を再開しよう。孫悟空たちが戻ってきたぞ。第三幕の開演としよう。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。結果、神だけに与えられた特権。時間の移動を行う輩が生まれるのだ。神の冒涜の根源。その忌まわしい機会は消えて当然。奴らお前の話など聞いていないようだ。私は自分に酔っているだけ。なるほど。それでこそ神。くっ、まあいい。拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。神の授けた肉体、神の火、我が物のごとくの人間風情。こうだったな。わかったぞ、貴様の成長が。怒りだな、息子を傷つけられた怒りが貴様を強く変えたのだろう。気づいてみれば単純な話だが、怒りをパワーに変える、人間にしか思いつかないおぞましい方法よ。つい見逃してしまった。そうか、怒りが宇宙を照らす人間への怒り、それを黙認する神への怒り、そして人間風情に敗北した無力な自分への怒り。見ろぜ、さえ怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さ、いかほどのものなのか、その身に刻み込め。俺は今美しさの頂点に引っかかったろ。からザマスの木が消えたり現れたりしている。しかもだんだん弱まっているようだ。一体何が起こっているというのだ。